こんにちは、いかです。 今週突然 M3 チップ搭載の MacBook Air 13インチと15インチが発表されて3月8日金曜日から発売開始になります一足先に少しだけ13インチの方を試すことができたので実機で色々と試しながら話していきたいと思いますまず基本スペックからですが M3MacBook Air は13インチと15インチの2つのサイズで登場カラーは今回もミッドナイト、スターライト、スペースグレー、シルバーですがミッド ミッドナイトは新しく酸化被膜シールが採用されたので前よりも指紋が目立ちにくくなったとのことです。今回実際に使ってみてみ不思議なななくくららいあままりり指紋が残らなくなりました。とはいえゼロではないのでこれで気になるレベルだったらミッドナイトは諦めてもうちょっと明るい色の他の 3色がいいんじゃないかなと思います。M3 チップは8コア CPU、8か10コア GPU、メモリーは8ギガ、16ギガ、24ギガから選ぶことができて、ストレージは512ギガ、1テラ、2テラから選べます。ポート類も変わらず、左側に MagSafe3 充電ポート、Thunderbolt USB-C4 ポートが2つ、右側に3.5ミ、mm、リヘッドホンジャックが1つあります。 ディスプレイはリキッドレティナディスプレイで最大2台の外部ディスプレイに対応しました。こちらはちょっと次に詳しく検証します。キーボードはタッチ ID 搭載のフルハイトファンクションキー配列のあるキーボード。1080の Facetime HD カメラがついて、オーディオに関しては13インチは4スピーカーサウンドシステム、15インチは6スピーカーのフォースキャンセリングウーファーを搭載していて、どちらもドルビーアトモスの空間オーディオに対応しています。そして今回新しく Wi-Fi6E に 対応しましたということでちょっとディスプレイの話を詳しくしていきたいんですが mac の蓋を閉じて使うクラムシェルモードのみですが外部ディスプレイが2台に対応したのは嬉しい方も多いのではないでしょうか私もいつも macbook pro を家で使うときは基本この形で使っています M2MacBook Air に2台のモニターをつないでクラムシェルにしても使える画面は一つのままです。ちなみに M3MacBook Pro 14インチも今までは M2MacBook Air と同じく1枚しかモニターを使えなかったんですけどソフトウェアアップデートによって今後 M3MacBook Air と同じように最大2台まで繋がるようになります。M3 が乗ったことによって性能が着実に上がっています。 M2 からでも CPU は約20%、GPU は10%ぐらい上がっていました。今回試している SSD が 512GB なんですけど、SSD の速度も速くなっていました。ブレンダーの起動は M2 に比べると少しだけ速くなった感じです。M2 でも十分パワフルだったので、ここでの実感はそこまで変わりませんでした。 レンダーも少し早くなっていました。ベンチマークでの差は作業内容によるところもありますが、実感的にはそこまでめちゃくちゃ大きいものではないのかなと思います。ただ M2 からの買い替えよりも M1 からとかインテルからの買い替えを検討される方にとっては実感しやすくなると思います。 M3MacBook Air は M2 にはなかったハードウェアアクセレ,レートメッシュシェーディングとレイトレーシングに対応してゲームを楽しみたい方にも嬉しいポイントです。MacOS ソノマからゲームモードという機能が備わりましたがこれはゲームが最優先で CPU と GPU にアクセスできるようにしてバックグラウンドタスクの優先度を下げてゲームのためにすべてのリソースを集中してくれるような機能です。 M1, M2, M3 の MacBook Air を比較すると少しずつ違う部分が出てきています。M1 モデルは今回公式ラインナップからは外れてしまいましたが、先が薄くなっている古いデザインの筐体でしたね。M2 からはディスプレイがリキッドレテナになって、FaceTime HD カメラが 1080p になったり、空間オーディオに対応したり、新しい筐体デザインになっていろいろとジャンプアップした感じがありました。 M3 で新しいのは外部ディスプレイとハードウェアアクセレ,レーテッドレイトレーシングなどの機能で少しそのジャンプアップと比べてしまうと見劣りするような気もしてしまうかもしれませんが追加機能に加えて GPUCPU ニューラルエンジン全てのパフォーマンスが上がっているので全体的にアップグレードされているような感じかと思います。AI についての言及がプレスリリースの中でも印象に残った部分でした。 アップルシリコンのチップになってからどの世代のチップでも AI を使うことができたのですがあまり AI という名前が付いていないものもあるので皆さんも私も AI と意識せずに使っていたものもあるかもしれません。 マックで使える AI 機能はオンデババイスでで処処理理すすす。るるもものののと、どこかのサーバーで処理するものがあります AI と聞いて真っ先に思い浮かぶのはもしかしたら ChatGPT とかマイクロソフトのコーパイロットみたいなサービスがあるかもしれませんがこれはネット上で処理したものをダウンロードしてきているというような形で手元のマシンの性能にはあまり関係ありません。 マック上で全てを完結させる AI 機能のために使われるのがニューラルエンジンです。例えば私がよく使うのはダヴィンチリゾルブの音声の書き起こしとかボイスアイソレーションなどそういった機能はオンデバイスの AI を使っています。他にもルミナーネオは写真編集のアプリですが AI を使った編集機能がいろいろとあります。例えば手ぶれしてしまった写真のブレ感を減らしたりできます。 フリーチャットはまさにチャット GPT のようにテキストで AI と会話できるアプリなんですがローカルで LLM を動かすことができるので Wi-Fi につながっていなくても AI に質問することができます他にも MacOS 自体にも AI を使っている機能もいろいろあって例えばテキスト認識表示や発表者オーバーレイ、リアクションなどもその一部ですアクセシビリティの機能の中でも AI が使われているものもあります M1M2M3 の MacBookAir も同じ16コアのニューラルエンジンなんですけど M3 でさらにニューラルエンジンが良くなっていて AI 機能の処理が速くなっていました。ということで M3MacBookAir は13インチが164,800円からと15インチが198,800円から。 で今回のエアはパフォーマンスの面でももう MacBookPro にかなり近づいてきていて特にに intel から買いいえるる人は本当にびっくりすすと思いますちなみに私が数年前に愛用していた intel MacBookPro16 インチの倍の性能がベンチマークだと出ています。 M3MacBook Air の発表とともに M2MacBook Air が値下げされていてこれもとても魅力的なオプションだと思います M3 にしかない2台の外部ディスプレイとかレートレーシングなどのゲーム用の機能とか SSD の速さなどがそこまで必要ないよっていう方は M2 を選んで浮いたお金でメモリーを1個上げるっていうのもいい選択肢かと思います ということで皆さんの MacBook Air 選びの参考になれば嬉しいです。もし質問などあればぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。